食べちゃう。皆様こんにちは。本日はお忙しい中、クラッシュ88、クラッシュ92 in 名古屋、カオス5対戦カード発表記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日の会見内容を簡単にご説明させていただきます。来る5月17日木曜日、後楽園ホールで開催いたしますクラッシュ88の追加対戦カード、来る8月18日土曜日、名古屋国際会議場イベントホールで開催いたしますクラッシュ92 in 名古屋の大会概要発表、こちら佐藤義郎大会実行委員長にご登壇をいただきます。さらに来る5月26日土曜日、新宿フェイスで開催いたしますカオス5の追加対戦カードを発表させていただきます。なお本日の会見の模様は K1 クラッシュカオスオフィシャル YouTube チャンネルにて生配信しております。皆様どうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願い申し上げます。続きまして、主催者を代表いたしまして K1 プロデューサー宮田充よりご挨拶申し上げます。はい、ただいまご説明させていただきました通り、本日はクラッシュと、カオスの2つのブランドの、合同記者会見となります。ご紹介させていただいた順に、5月17日の木曜日、後楽園ホール大会クラッシュ88、こちらは新たにですね、5カードが決定いたしました。すでに、現時点ではクラッシュ女子フライ級タイトルマッチの、カナ対キムタウンセンド、をはじめとしてですね、5月大会7カード、発表しているんですが、本日は新たに決定した、5カードを発表させていただきます。そして、2番目の会見がクラッシュ92 in 名古屋、今年も開催します8月18日土曜日、名古屋国際会議場イベントホール大会、こちら、大会概要チケット概要も決定いたしました。本日はですね、佐藤義弘実行委員長に出席していただきまして、出場予定選手も合わせて発表させていただきます。そして、今年のカオスシリーズの開幕戦となります、カオス5 5月26日土曜日新宿大会、こちらは、関東対関西の5対5マッチを、発表済みですが、それに合わせて、新たに4カードが決定しましたので、本日の会見で発表させていただきます。以上、盛りだくさんの内容となりますが、どうぞ最後までマスコミの皆様、ファンの皆様、お付き合いのほどよろしくお願いします。YouTube ライブで、ご覧の皆様もどうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあお待たせいたしました。まずは5月17日金曜日、クラッシュ88後楽園ホール大会の出場決定選手を発表いたします。まず一つ目のカード発表です。この大会でクラッシュヘビー級愛鷹亮対杉本仁が決定いたしました。なお本日力道場静岡愛鷹亮選手ですが、愛鷹選手現在オランダ武者修行中により会見を欠席させていただきます。それではご登場いただきましょう。 K1 ジムシルバーウルフ杉本仁選手の登場です。ありがとうございます。お出してください。それではまずはじめにこの決定カードの見どころ、宮田プロデューサーよりお願いいたします。はい、まず、発表させていただくカードヘビー級となります。クラッシュのヘビー級というのはですね、現在王座は、設定しておりませんで、K1 ジャパングループのイベントでもですね、昨年11月23日の埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナ大会におきまして、初代
ヘビー級王座決定トーナメントを開催して、アントニオ・プラチバット選手が、初代王座に輝いております。そして3月21日のケーズベスト1では、ロエル・マナート選手が、プラチバット選手を判定で下して、第2代のチャンピオンに輝いています。そうした状況の中でですね、11月の去年も上原選手が第3位という結果に終わって、上原選手も、6月大会で再棋戦が、決定しました。日本人のですねヘビー級の選手をどん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 試合の機会を、マッチメイクをしてですね、日本人のヘビー級の実力アップ、底上げをまず考えたいなということで、相高選手対杉本仁選手のカードを決定しました。この後もですね本日ヘビー級のカードの、決定発表が続いてまいります。相高選手はもともとですねビッグバンの、ヘビー級のチャンピオンで、昨年11月、23日の、初代王座決定トーナメントではリザーブファイトで、古田太一選手を KO で破っております。そしてですね今年2月にはビッグバンの、タイトル防衛戦をディファー有明で行いまして、ケージ選手を、同じく判定で下しております。非常に絶好調の中ですね、今回5月試合をマッチメイクさせてもらったんですけど、それが決まった時点でですね、またさらに強さを磨くために、オランダに渡って、1ヶ月間の武者修行を敢行しております。第2代のですねヘビー級チャンピオンのロエル・マナート選手が所属するオランダ目白ジム、において拠点に、トレーニングを積んでおります。後ほど、コメントも発表させていただきます。対します杉本仁選手、非常にですね高い KO 率を誇っている、K1 ジムシルバーウルフのファイターでございます。現在実を言うと3連勝中ですよね。昨年12月、27日の、K1 ワールドグランプリ後楽園ホール大会では、K1 ジム五反田のルイ選手を見事2ラウンド KO で破っております。今年ちょっとね間が空いちゃったんですけども、2018年は今回が初ファイトとなります。相高選手と杉本選手、特に杉本選手はこれまで、11戦9勝7 KO 1敗1分け、1回しか敗れていないと、もう勇猛果敢に相高選手に、迫ってもらいたいなと思っております。ご期待ください。ありがとうございます。それではまずはじめに赤コーナー相高亮選手よりコメントが届いておりますので代読させていただきます。力道場静岡相高亮です。現在オランダで武者修行中のため会見に参加できず申し訳ございません。5月17日の杉本選手との試合ではオランダでの経験を生かし、残り1ヶ月は日本で仕上げて必ず勝ちます。日本のヘビー級を背負っていく覚悟です。応援よろしくお願いします。以上が相高選手のコメントでございます。それでは早速杉本選手から試合に向けての意気込みを伺ってみたいと思います。お願いいたします。はい、K1 ジムシルバーウルフの杉本です。今回の試合はジムの先輩である相田さんに、次の試合 KO で勝ったら宮田さんがクラッシュのベルトを作ってくれるんじゃないかというふうに言ってたので、ここは KO で勝ちたいと思います。ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問ございます。記者の方挙手の上ご質問をお願いいたします。はい、バウトレビューです。まず、杉本選手に、今回相高亮選手に相手が決まったことと相手の印象、あと向こうはオランダで修行しているって話を聞いてどう思ったかってところとかも聞かせてください。相高選手の印象は体もごついですし、やっぱりパワーもあって、なんか迫力のある試合をする印象ですね。で、あとオランダ行ってるということで、やっぱり今よりも全然レベルアップして戻ってくると思うんで、それを、その相高選手を超えて KO できるように頑張りたいと思います。他にご質問いかがでしょうか。次は宮田さんに、その先ほど杉本選手からそういったアピールもありましたけど、やっぱりこういうクラッシュでもヘビー級タイトルっていうのは将来的にあり得るような感じでしょうか。そうですね、やっぱり去年
あたりから、まあ、ヘビー級の試合はどんどん試合を組んでいこうということで、K-1 ジャパングループのイベントの中で、マッチメイクさせてもらってるんですけど、今後もですね、今回はちょっとマッチメイクかなわなかったんですけども、新たに、クラッシュに参戦したいというヘビー級のファイターも、数名います。ですので、まあ、まずは今回が試金石というかですね、どれだけお客さんを、まあ、熱くさせるファイトを杉本選手、相高選手もそうですし、その他の選手も見せてくれるかというところで、まあ、いわゆる機運が高まってほしいなというのが一番狙いでございます。そうなればおのずと誰が一番強いんだという、ファンの皆さんの、興味を引く流れになって、そのタイミングで、クラッシュのベルトを作ってもいいんじゃないかというのは当然頭には、ございます。相田君がね、いろいろ考えてるっていうのはちょっと初耳で非常にびっくりしたんですけども、さすがに相田君は勘がいいなと、思いました。はい、他にご質問いかがでしょうか。いいファイターの熊久保です。杉本選手をお聞きしたいんですけども、このヘビー級の試合というのはどういうふうなものでなければいけないというのはありますか。やっぱり、ヘビー級なんで、まあ、その普通の一般の人よりも体が大きいし力もあるんで、まあ、あとそれに加えて、まあ、スピードもなきゃいけないと思ってるんで、まあ、スピードがありながらも KO パワーも あるというような試合を心がけてますね自分は。他にご質問いかがでしょうか。杉本選手に質問ですけど、まあ、成績振り返ってもまだ1敗しかしないですし、今連勝中ということで、どんなこう勝ち方っていうのをこう自分の中でイメージされてますか。まあ、去年は3戦3勝 3KO だったんで、まあ、今年もその勢いのまま、まずその今年の一発目の試合は KO で勝ちたいと思っています。他にご質問いかがでしょうか。よろしければ以上で質疑応答を終了とさせていただきます。それでは杉本選手、本日の会見の模様、 YouTube のオフィシャルチャンネルでも生配信されております。会見をご覧の皆様に向けたメッセージを最後にお願いいたします。5月17日の試合は、一番その興行の中で一番盛り上がる試合にしたいと思っているので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上で選手からのコメントを終了とさせていただきます。それでは杉本選手、ご講談ください。ありがとうございました。続きまして、本日2つ目のカード発表に移らせていただきます。続いての決定カードはクラッシュウェルター級の一戦となります。それではまずこちらの選手にご登場いただきます。ウィラサクレックフェアテックス西川口峰山達也選手の登場です。続きまして対戦相手を発表いたします。対戦相手は K-1 ジム横浜インフィニティルーク選手です。どうぞ ご登場ください。それではセンターでツーショットの撮影を行わせていただきます。センターのビデオカメラに目線をお願いいたします。
ありがとうございます。両選手ご着席ください。それではこの試合の見どころを宮田プロデューサーよりお願いいたします。はい、ベルター級ですね、アンダー 67.5 キログラムの、試合が決定いたしました。ベルター級はですね、これからどんどん、層を厚くしていかなければならない階級であり、今回は、峰山選手は2016年、11月3日のですね、キャンワールドグランプリで篠原優斗選手と対戦して以来の、キャンジャパングループのプロイベント参戦となります。それまでは、65キロだったりの試合が多かったようですけども、今年よりウェルター級 67.5 キログラムで、試合を行っていくことになりました。キャリアは、現在15戦8勝4 KO 6敗1分け、22歳のファイターでございます。そして、ルーク選手、これまではカオス、キャンワールドグランプリの、リングで、試合をして、現在2戦2勝 1KO、今年に19歳になるんですね。もうすぐ誕生日ですね。で、あのクラッシュは初参戦になるんですけども、キャリア2戦で、今回は、キャリア15戦の峰山選手に挑むことになりました。非常にですね、見て分かる通り派手な試合も含めてファイターです。後楽園ホールでの暴れっぷりにご期待いただければと思います。ありがとうございます。それでは選手から試合に向けての意気込みを語っていただきたいと思います。まずはじめに青コーナー、ルーク選手お願いいたします。オス、ルークです。そうですね、もうこんなクラッシュの舞台に呼んでいただいて、すごい今すごい嬉しいです。本当にありがとうございました。もう初のクラッシュなんで、すごい小さい時から見に行ってた舞台なので、ちょっと思いっきり暴れてやろうかなって思ってます。オス、ありがとうございます。続きまして赤コーナー、峰山達也選手お願いいたします。ウラソクレック峰山ジム、あ、西川口ジムの峰山です。今回クラッシュ初参戦なんで、ちょっとインパクト残して面白い試合しようと思います。オス、ありがとうございます。続きまして質疑応答に移ります。記者の皆様、ご質問をお願いいたします。はい、すいません、バウトレビアーです。ルーク選手に質問ですけど、やっぱりそのカオス上がりながらも、まあ、クラッシュに、ゆくゆく上がりたいみたいな思いっていうのもあった感じでしょうか。そうですね、もうクラッシュが、まあ、K-1 の舞台夢で、そのクラッシュに出る前にその K-1 の舞台立って、そんで、じゃあもう一度いいですか。すいません。やっぱりカオス上がりながらクラッシュに上がりたいっていう思いがあったりとか、まあ、あとクラッシュ、そのね、どういう思い入れがあるかってところ、まあ、ちっちゃい頃どういう選手が好きだったとか、その辺もいろいろ語ってほしいなっていう。あ、そうですね、浦部選手とか小谷選手、広隆選手がもうすごい自分の中ですごい憧れの選手で、そうですね、そういう舞台に、すいません、ちょっと下手くそなんですけど口が、まあ、とりあえず今はクラッシュの舞台で思いっきり相手クラッシュしてやろうと思ってます。おっす。他にご質問いかがでしょうか。じゃあ、まあ両選手に今回相手決まって、もしご存知ならどういった印象を持っているかとか、お願いします。それではルーク選手から峰山選手の印象をお答えください。そうですね、まあ、ウィレサクレックジムっていう、そのなんかムエタイのジムで、あ、ムエタイの選手だなって、まあ、結構戦績あるみたいなんですけど、全然自分関係ないんで、全然ビビってないんで、思いっきりぶっ飛ばしてやろうかなと思ってます。ありがとうございます。続きまして峰山選手、ルーク選手の印象をお答えください。なんか見た目が派手かなってぐらいですね。試合ない、まあ、まだ見てないんでよくわかんないです。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。峰山選手をお聞きしたいんですけども、峰山選手も若いんですけど、まあ、さらにこう若い選手に、当たられる、しかも戦績もだいぶ違う選手ということなんですけど、まあ、今戦績の話もありましたけど、そういう選手とまあ戦うことに関してはどう思いますか。いや、特に気にしないです。まあ、リングの上がったらやること一緒なんで、
倒します。他にご質問いかがでしょうか。両選手にお伺いしたいんですけども、先ほど宮田さんからそのウェルター級もこれからこう選手層が厚くしなきゃいけない階級という言葉がありましたけど、こうウェルター級でやる上でこう自分のアピールしたいところとか見てほしいところはどこですか。それではルーク選手からお答えください。そうですね、この間 K1 であんま面白くない、自分的にはあんま面白くない試合をしちゃったんで、もう今回自分の強さはちょっと爆発力なんで、そう相手が味わったことないような爆発力で、その回転力で思いっきりボコボコにして必ず KO をします。続きまして峰山選手お願いいたします。やっぱクラッシュ K1 はなんか倒して盛り上がる試合するのは自分的にはすごいいいと思うんで、自分も倒します。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。よろしければ以上で質疑応答を終了とさせていただきます。それでは最後に両選手にこの試合に向けての意気込み、ファンの皆様に向けたメッセージをいただきたいと思います。まずはじめにルーク選手からお願いいたします。そうですね、試合までにもうどんどんバイブス上げて、ルークやべえっていうところを絶対見せるんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして峰山選手お願いいたします。必ずいい試合してファンの人がまた呼んでもらいただけるように頑張ります。ありがとうございます。以上で両選手からの質問、コメントを終了とさせていただきます。両選手ありがとうございました。ご講談ください。それでは続きまして本日3つ目のカード発表に移らせていただきます。続いての決定カードはクラッシュヘビー級の一戦となります。それではまずこちらの選手にご登場いただきます。 K1 ジム福岡圭司選手の登場です。対戦相手を発表いたします。対戦相手はクロスポイント吉祥寺小西拓磨選手です。どうぞご登場ください。それではセンターでツーショットの撮影を行わせていただきます。ありがとうございます。センターのビデオカメラに目線をお願いいたします。ありがとうございました。両選手ご着席ください。それでは宮田プロデューサーよりこの決定カードの見どころをお願いいたします。はい、5月17日後、楽園ホール大会2つ目の、ヘビー級カードが決定いたしました。先ほどの相高亮太杉本仁と並んで、クラッシュヘビー級戦線、注目の、カードとなります。まず圭司選手は、昨年11月ですね、初代ヘビー級の、キャンワールドグランプリ王座決定トーナメントに出場して、惜しくも1回戦で、結果的に優勝を飾ったアントニオ・プラチバット選手と対戦して惜しくも敗れております。そして今年の初戦では2月にビッグバンのリングに登場して、以前勝っている相高亮選手との再戦で今回は挑戦
タイトルマッチビッグバンのタイトルに挑戦したんですけども、惜しくも判定で敗れており、11月2月と、残念な結果に終わっているんですけども、この5月の戦いを起爆剤に、また暴れてほしいなと思っております。そして対します、小西拓磨選手、昨年10月の、クラッシュのリングでその時はスーパーウェルター級の、試合で神保克也選手から判定勝利を飾っております。その一明け会見の時に、実際本人も、今後はちょっとヘビー級でやってみようみたいなことを、コメントしていて、全く信じていなかったんですけども、その後ですね、クロスポイント吉祥寺の、山口代表より、小西君が、今年から本当にヘビー級でやってみようということで今体も作っているということで、今回が、ヘビー級としての初戦となりました。実際ですね、もう今日もちょっと久々に会ったんですけども、風貌もかなりもう体の、線も太くなっていて、ケイジ選手と小西選手の対戦というのは非常に2人とも倒す武器を持っていて好戦的なファイターなので、小西選手ヘビー級第1戦で、ケイジ選手という相手も非常に、思い切りやってもらういい相手かなと思います。おそらくこの試合 KO で決着するかと思います。どうぞご期待ください。ありがとうございます。それでは両選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。まずはじめに青コーナー小西選手よりお願いいたします。クロスポイント吉祥寺の小西拓磨です。そうですね、もう減量区からかなり解放されて、今はあまり好きなものを食べるというよりかはしっかりと体にいいものを食べる、そして筋肉になるようなしっかりと栄養素を考えて今食べているんですけども、まあ、そういった暴飲暴食というよりかは体作りのための準備期間を経て今やっと90キロぐらいに乗ったかなっていうぐらいで準備を進めてます。あと1ヶ月ぐらいあるんで、まあ、どこまで伸びるかなっていうところではあるんですけども、まあ、そういった今作っている体を何だろう試せるいい場所、このクラッシュの、試合で、今の結果、この半年の結果をしっかり出せたらなと思ってます。ありがとうございます。続きまして赤コーナー刑事選手、コメントをお願いいたします。はい、まあ、2連敗してるんでにしなくてもそうですけど負けれないですね。あとちょっと遅いなという、こうやってワンマッチ組んでくれるのは嬉しいんですけど、試合をベルトが今作ったら多分誰にでもチャンスあるんですよ、ヘビキは。まあ、そうすることによって確実に、みんな取りに行きます。レベルアップするのは、まあ、少しも早く、ベルト作ることだと思ってるんで、今回ちょっとワンマッチと聞いて残念でしたね。早くしてほしいと思います。ありがとうございます。続きまして質疑応答に移らせていただきます。ご質問ございます、記者の方挙手の上ご質問をお願いいたします。はい、バウトレビューアーです。ケイジ選手に質問ですけど、まあ、今回小西選手が相手で、まあ、ケイジ選手も昔70キロあたりで試合しててやっぱり体重増やしてたところでは分かるのかなと思うんですけど、そういう相手と今回戦うことに関してはいかがでしょうか。そうですね、多分ヘビー級の感覚で戦うと多分失敗しちゃうんで、まあ、ライトヘビーとか、まあ、ちょっとミドルが重くなったぐらいのをイメージしておいた方がいいかなと、はい、思ってます。そのベルトって話もあったので、まあ、下の階級から上がってくる選手にはさすがにちょっと負けられないような気持ちっていうのもあるかなと思うんですけど、どうでしょうか。そうですね、多分体重差とかはこれから苦戦するんじゃないかと思います。僕もだいぶ、まあ、練習じゃイメージできても実際試合との体重差って全然違うし、まあ、今回それが初めてだと思うんで、僕も体重もだいぶ上がって97、8ぐらいあるんで、まあ、それを生かして
スピードも差す戦いたいと思います。他にご質問いかがでしょうか。両選手とも、まあ、お互いのファイターとしての印象をお願いします。それでは小西選手よりケイ選手の印象をお答えください。まだそこまで、まだ見てない状態ではあるんですけども、まあ、もう今はもう自分のことに必死で、先ほどもケイジ選手が言ってくれたみたいに、先輩としてそうやって言ってくれてるんで、それをしっかりと、なんだろう、肝に銘じてこの試合はしようかなと思ってます。ありがとうございます。続きまして、ケイジ選手、小西選手の印象をお答えください。そうですね、しつこそうな、どこまででも追いかけてきそうな印象あります。小西選手、お聞きしたいんですけど、まあ、体作りもあれなんですけど、耐久性というのはやっぱヘビー級でも重要になってくると思うんですけど、その耐久性に関しての自信はどうですか。僕は逆に、体重を落として、まあ、今回、まあ、普段70でやってた時っていうのは、僕は83キロぐらいからの減量、13キロ減量だったんですけど、やっぱり落とす方が耐久性はなくなるイメージですね。やっぱりこう、削って削って体重削っていって、最後やっぱり水抜きをしてからの24時間での回復っていう方が、当たった時に倒れちゃうとかっていう方があると思いますんで、まあ、その分100キロになったら、ヘビー級っていうのは重たいパンチ、重たい蹴り、体のなんだろうな、強さっていうのはそこも勝負になってくるとは思うんですけども、70でやってた時より強いなと思います。はい、他にご質問いかがでしょうか。両選手にお伺いしたいんですけども、同じ大会でヘビー級の試合も組まれてますし、K1 でも上原選手の試合があったりと、ヘビー級すごくこう活性化してると思うんですけども、その中でこうお二人は自分のどんなところを見せてこう勝っていきたいと思ってますか。それでは小西選手よりお答えをお願いいたします。やっぱりそうですね、僕はクラッシュ、もうまずクラッシュでベルトを取りたいですし、最初用意してたのがプラチバットって話を用意してたんですけど、プラチバットさん負けたんで、そうですね、 K1 の外人勢にやっぱり日本人がどこまで食い込めるかっていうところで、上原さんはじめそうやって日本人のヘビー級での活躍っていうのは必須だと思ってるんで、ここでいい試合というか、もしかしたら外人勝てんじゃないかっていうイメージをつけて、それの弾みで僕はまた K1 のリングで外人とやりたいですね。はい、ありがとうございます。続きまして、ケイジ選手お願いいたします。そうですね、見てほしいところっていうのはやっぱりまだまだ成長中なんで、どれだけこの選手が伸びてるかっていうのを見せて、こいついけるんじゃないかって期待させたいですね、いろんな見てくれてる人に。あと僕が知らないだけかもしれないですけど、多分 K1 でヘビー級じゃない階級が1個あるんですよね、90キロのあれの意図って何ですかね。土曜日に発表したんですけども、加藤久希選手が、参戦してきて、まあ、加藤選手のベストウェイトが、80キロ台後半ということで、上原選手が、90キロまで、絞ろうじゃないかと、当初ヘビー級で、リミットなしで設定してたんですけども、90キロまで絞るということで、上原対加藤は、90キロリミットで決定しました。はい、じゃあただの消化試合ということで間違いないですかね。これから90キロができるとかじゃなくて、スーパーファイトです。はい、他にご質問いかがでしょうか。
圭司選手に質問ですけど、ちょっとまあ先日高一選手が一度戦った高一選手が亡くなったことに関して、まあ、どういう思い持ってらっしゃいますでしょうか。そうですね、まだしっかり受け入れきれないというか、やっぱすごい悔しいですね。一緒に練習もして試合もした仲間なんで、それ以上やっぱまあ言葉に出ないですね。他にご質問よろしいでしょうか。よろしければ以上で質疑応答終了とさせていただきます。それでは両選手、最後になりますが、応援してくださるファンの皆様に向けたメッセージをお願いしたいと思います。まずはじめに小西選手よりお願いいたします。僕自身も初めて の, あのヘビー級第一戦目となりますんで、そうですね、見ていただく、応援していただける皆様には、僕の速さ、そして70キロの時に培ったその技術ですね、ヘビー級の、もともとヘビー級の人にはないようなアグレッシブな、そしてそれにプラスでパワーのついた自分を見ていただきたいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、圭司選手お願いいたします。はい、ここに選手はすごい、気合入って勢い、すごい勢いでくると思うんで、それに負けないように戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上で両選手からのコメントを終了とさせていただきます。両選手ありがとうございました。どうぞご講談ください。以上ですね、3カード発表させていただいたんですけども、続いての、2カードは、私より発表させていただきます。こちらが決定しております。まず1つ目は、クラッシュライト級アンダー 62.5kg の、この一戦が決定しました。K1 カレッジ2017アンダー 65kg チャンピオンで、先日の3月21日ケーズフェスタ1で松村英明選手とプレリミナリーファイトを対戦しまして、2ラウンド KO、3ラウンドですか、3ラウンド KO ですね、プロ2戦目にして初勝利を飾った、佐野純平選手、プロ3戦目が、この大会で決定しました。対戦相手の、鈴木浩二選手は K1 ジム蒲田チームキングス、プロ戦績はこれまで2戦1敗1分け、初勝利を目指しての戦いとなります。そしてもう一つ目のカードは、スーパーフェザー級アンダー 60kg の、このカードとなります。谷中空選手と言います。道場シャカリキのファイターで、現在18歳、試合の時は19歳となります。3月10日のクラッシュ後楽園ホール大会でプレリミナリーファイトで、久保和馬選手と非常に激しい、試合を繰り広げて、非常に本当にいい試合でした。初勝利を飾って今回がプロ2戦目となります。対します向井寛太選手、クラッシュは今回初参戦となります。クラッシュのですね、今度4月大会で、バンタム級に出場する純也ウィラサクレック選手と同じウィラサクレックフェアテックス美濃和所属で、プロ戦績はこれまで3戦2敗1分け、向井選手も、先ほどの鈴木選手と同様に、プロ初勝利を、飾りたい、今回のクラッシュ初参戦となります。以上2カードが決定しました。ここに発表させていただきます。ありがとうございました。